掛川インターチェンジは、静岡県掛川市の東名高速道路上に、所在するインターチェンジである。同じ場所に高速バスの掛川バスストップがある。掛川インターチェンジ出口標識掛川市街地からは、若干外れた丘陵地にあるが、インターチェンジ開設に伴い住宅地が増生されると、ホテル、飲食店等も増加し、市街地の範囲に取り込まれつつある。 下り上り掛川バスストップは掛川インターチェンジと同一の本線上にあるバス停留所である。旅客案内所、東名掛川とも呼ばれる。東名ハイウェイバスの全便、京阪神ヒル、特急静岡号、横浜 E ライナーが停車する。東名ハイウェイバスの停留所の中でも、東海道本線の駅と比較的近い位置関係にあり、掛川 BS に停車せず、本線を 一旦降りて、掛川駅を経由する高速バス路線、便がいくつか存在する。東京駅から 223.7km、掛川インター駐車場は、遠州鉄道の中部国際空港行き高速バス、E ウィングのバス停留所である。掛川市立総合病院の東側にあり、前述の掛川 BS とは、離れている。パークライドに対応しており、 自動車30台が駐車可能。JR 東海バスの公式サイトのバス乗り場マップでは乗り換えルートが案内されている。ありがとうございます。